はい、皆様おはようございます。本日はですね、タイトルにもあるようにスパイクを買いに行こうと思います。久々にねスパイクを買いに行こうかなと思ってるんですけれど、で実はですね、今日買うスパイクっていうのがもうすでにねほぼ決まっておりまして、もちろんね今履いている安田のスパイクが、結構ね消耗しているから、そろそろもう一足買っておこうかなっていう意味でも、買いに行くんですけれど、それ以上にですね、先日ですね、あのインスタをパーッと見てたら、そのスパイクが出てきまして、これ何これめっちゃかっこいいって思ったんですよ。久々にこうちょっと高ぶったというか、スパイクねこれかっこいいから欲しいって思うことはあんまりなくて、この間もこれ履いてたし履きやすかったから履こうかなみたいな感じで買ってたりするので、久々にこうデザインがかっこいいって思ったスパイクをね買いに行こうかなと思っております。でそのスパイクっていうのがね、履いたことなくて、ちょっとね履いてみたいなって思いつつも、なかなかこう履く機会がなかったスパイクだったので、なおさらねちょっと買うのが楽しみだし、早く履きたいなっていう気持ちにもなってます。けどですね、皆さんここすごく大事なんですけれど、そのスパイクですね、今日発売なんですよ。はい。新作で今日発売のスパイクなんですね。で僕自身ですね、新作のスパイク、新発売のスパイクっていうのを発売日に買うっていうことが今までなくって、で僕趣味でスニーカーが好きなんですけれど、スニーカーっていうのはもうこう発売日になったらもうすごい店の前に長蛇の列ができるし、オンラインショップでもこれ全然入れなかったりするんですよ。でもちろんねそれでサーバーがダメになっちゃうっていうこともあるから、事前にね抽選販売っていうのをね、人気のスニーカーなんかを設けたりするんですよ。だからやっぱスニーカーの新作発売日っていうのを僕は目の当たりにしてるから、スパイクの新作発売日っていうのがちょっとあまりイメージが湧いてなくて、いろんなところで調べたらどこの店も売り切れだったっていうようななんか投稿とかも見てたりしたので、ちょっとそれを思うとね、やっぱスニーカーと同じくこう抽選とかあんのかなとか、わかんないですけど、僕ちょっとわからないんですけれど、だからそう買えるかわからないんですよね。大丈夫ですよね。別にサッカーのスパイクって発売日でもそんなね長蛇の列ができたり、そう売り切れたりとかってないですよね。ないよね。あるのかな。すいません、ちょっとこのあたりはね、サッカーやっていながらバイクに対しての知識があまりないので、もしかしたらね、全然余裕で店舗で買えるっていうこともねあるかもしれないので、さすがに僕がいつも狙ってるスニーカーのこのエアジョーダン1とか、さすがにそのレベルで人気はないと思うので、多分大丈夫だと思うんですけれど、はい、とりあえずね用事が終わったらぼちぼち向かっていこうかなと思います。では行ってきます。はい、本日はですね、鴨町田店に来ました。スパイク、こんな感じでずらーっと、最新のやつは並んでます。で、こっちがですね、セールのスパイクなんですけれど、プーマとアシックスがセールに多かったかなーっていう印象ですね。ニューバランスとか、あとね、ナイキとかアディダスも、一個ずつぐらいあったかなっていう感じです。でこのアンブルのスパイクね、ちょっと初めて見てめっちゃかっこいいなと思ったんで迷いましたね。でこの辺がアシックスコーナーですね。ではい、安田ですね。前回のスパイク動画で買わせていただいた安田のスパイクでございますね。色違いでもよかったんですけれどね、この黒黄色のがかっこいいっすよね。こちらがミズノのアルファになります。この色かっこいいですよね。で最新のティエンポ、これめっちゃかっこよくないですか。もう色合いとかめちゃくちゃ好きでしたね。でこれが F50 の最新モデルですね。靴ひもないし何よりめっちゃ軽い。いややっぱりね、アシックスもね迷ったな。アシックスかっこいいしね。でびっくりしたのがね、アシックスの品数っていうのがやっぱり多くて、いろんな種類があってね、ちょっと悩みましたね。はい。で、こちらが前々回のスパイクの動画かな。で、買わせていただいたモナルシータですね。めっちゃ迷いました。で、こちらモレリアですね。モレリアはあまり買おうかなっていう感じはなかったですね。はい。で、こちらのプーマね。なんというか、この陽キャ感満載の配色、もういいですね。最高です。プレデターね、高校生の時履いてね、めっちゃ得点量産したのをね、思い出しました。はい。で、こちらはキレアルですね。ナイキシリーズはなんといっても高いのよ。はい、で、水のシリーズに戻ってきまして、やっぱりね、店員さんが言ってたんですけれど、モレリアネオはね、一番人気だって言ってましたね。はい。
でこちらのニューバランスね、ちょっと初めて見て、あの名前とかわからないんですけれど、あのさっきの F50 と同じぐらい軽かった。びっくりしました。めっちゃ軽かったですね。で本命と最後の最後まで2択を争ったこちらのティエンポだったかな、ごめんなさい間違ってたらすいませんけれど、これめっちゃかっこよかった。はい、最後にね全体をパーッと見せておきます。まあ、どのスパイクにも言えるんですけれど、結構ね配色が派手めなのがね多くなってましたね。はい、ではね、あのグラウンドの方に移動してきました。今回買わせていただいたスパイクはこちらになります。じゃじゃーん。はい、こちらでございます。今回はですね、ミズノのアルファジャパンを買わせていただきました。これほんとインスタで見た時からめちゃくちゃ欲しくて、で一応ね店舗に行ったらですね、これだけは店舗のみの販売となっておりまして、他のグレードはですね、予約販売ができるようになってました。けどね、これ品数っていうのが少ないらしくて、意外とね売り切れてるところっていうのも、やっぱりあるみたいです。付属品はですねシューズケースのみとなっております。で第一印象としてはね、なんかねここすごいグニャグニャしてて、めちゃくちゃ軽いっていうのはね第一印象です。結構人気らしくて、まあ、僕が買った後にもね、あの数名買われていったので、まあ、皆さん、ね、よほど狙ってたのかなと思います。はい、ちょっとね、あの今ね軽く使ってみたんですけれど、めちゃくちゃ走りやすい、軽いですね。やっぱりうわすげえ、皆さんこう音聞こえます、音こうグニャグニャグニャみたいな音、ほら無理やり音出そうとして全然うまくリフティングできなかった。すごいねグニャグニャしてる。はい、今ねちょっと軽く蹴ってみたんですけれど、さっきのねあのリフティングの音をね皆さん聞いてもらえると、分かると思うんですけど、グニャグニャグニャみたいなね、こう引っかかる音がします。まあ、けどボールタッチに何か影響があるかと言われたら、まあそんなことは全然ないです。ほんとねめちゃくちゃ軽くてねやりやすい、なんかね素足でやってるみたいな感じがします。すごいなこれ、めちゃくちゃ軽い。はい、では次はですね片足、この間買った安田のスパイクですね、ちょっとこれで一回やってみようかなと思います。うわすごっ、右と左で蹴った時の音が全然違う、感触も全然違います。はい、今ね右と左スパイク変えてボール蹴ってみたんですけれど、やっぱりですね軽いです。こっちの方が軽く感じます。まあ、もちろんねあの気持ちの問題かもしれないんですけれど、こうグニャグニャっとね柔らかいタイプの人工革なんですけれど、やっぱりねこの安田と違って、まあ、ボールタッチはこう弾ける感覚というか、まあ、ボールが当たる瞬間にこうパツンパツンというような感覚はあります。ただまあタッチのしやすさって言ったら、まあ
あんまり変わらないです。両方とも、まあ、同じぐらいやりやすかったです。で、ね、ブレードもねやっぱり2つとも違って、まあ、このブレード型の違いによってねやっぱり走りやすさの違いっていうのもね出てきてるのかなと思います。でスパイクの形的にですね、まあ、高高の人はちょっとねあまり合わないんじゃないかなと思います。幅広のタイプの人はね多分大丈夫です。これね馴染んでくると思います。結構ね柔らかいので幅広の人は馴染んでくると思いますけど、ちょっと高高の人にはねあのこれちょっと痛いんじゃねえかなって思います。まあ、靴紐とかもねこれちょっとラメっぽいのが入っててかっこいいんですよ。見えるかな、こうやってやったら見えるかな。中もねこうやって取り外して洗うことができるようになってます。はい、そんな感じで今日はねミズノのアルファジャパンを買ってレビューしてみたという動画でした。今シーズンねまだちょっと怪我でできてないですけれど、復帰した際はねこのスパイク履いて得点取れるように頑張っていきたいと思います。はい、もしこの動画が良ければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。